まあ、分析第一弾。いきなりやけどね。いきなり第一弾やけど、得は。まあね、じゃあイスラム教のこと嫌いなんて、ひょっとして、キリスト教徒当たり前やな。だから、アメリカの国民の中のね、敬虔なキリスト教徒、あるいはアメリカがイギリスのために代理戦争をいっぱいやってるとしたら、まあそういうこと。ね。敬虔なキリスト教徒が、やたらイスラム教のことを憎んでる理由はない。それやったらそのアメリカ合衆国みたいな超大国のその利権とか経済とかそういう話じゃないんやって。そっちやったらわかんで金のことで揉めてるんやったら、キリスト教徒がイスラム教徒嫌いな理由って何って考えたら、聖書にそう書いてあるから。はぁ、そんなことで憎んでるの？どう書いてあるの？読んでみたら歴史的に対立したから憎んでるのかって言ったら、別にそんな知らんもんだって。例えばアメリカ人なんて知らんねん、アメリカが何やったかなって。アメリカ人、イギリス人は知ってる、イギリスが何やってきたか。だから憎んでるのかな。もうどっこいどっこお互い様やんか、それやったらまだな。まあ一応ヨーロッパ史観の日本ではヨーロッパが一方的にするんでしょ。ここに勝った勝ったやったやった万歳みたいに書いてあるけど、ほんまか？結構イスラム諸国にも反撃されてるしか、相当やられてるぞ、ヨーロッパの方も本当は。でもアメリカ人はそんなこと知らん。イギリス人は知ってるけどね。で、敬虔なキリスト教徒が聖書に書いてあるから、その聖書に書いてある理由でイスラム教徒のことを嫌ってんの。その理由って何って、弟やからとか、見かけの子やから。はぁ、それであっこまでひどい戦争できんの、イギリス人とかアメリカ人って。どういうこと、果てがうまくすぎるやろ。分析してみたけど、そりゃ恐ろしいなった。